ちょっとありそうな質問を考えてきたんだけど、はい、どうしても100切りたいから、はいはい、何の YouTube 見たらいい？一番いいのありますよ。何？平井博明のワンナップゴルフ。自分のスイング。自分のスイング、うん、自分のスイングが、うん、自分でアドレスからフィニッシュまで解説できるぐらい何回も見て、うん、自分を見るの？自分を見る。違う、 YouTube みたいの。ダメ。ワンナップゴルフもダメ。ダメ。ワンナップもダメ。ワンナップゴルフもダメ。自分のスイングだけ。後ろと前どっちでもいい。交互でもいい。とにかく自分のスイングを見て顔真っ赤にして。恥ずかしくて。そう。で、恥ずかしくなくなるまで見たら上達するから。自分に自信がないんだから恥ずかしいの。はい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 。そんな自信のないスイングだったらやめちまいな。どんなに気に入らないスイングだって、うん、ちゃんと自信を持ってやれば上手くなるんだから、うん、もっと自分を褒めなきゃダメ。で、見てると分かってくるの？分かってくる。感覚がないところを、うん、こういう感覚だよって5球ぐらい打つと、あ、今のこうなったって分かってくるんだね。それと一緒で、ゴルフのスイングも最初、スイングなんて何が何だか分かんない。ただ、うんうんうん、こう構えて上げて下ろすぐらいは分かる。うん、そうだよね、スイング、うん。そうだね。それをずーっと見てる。ずーっと見てる。自分のスイングを。うん、そうすると、うん、何が刻み込まれるかっていうと、うん、スピード、タイミングが自分で自分を覚えるわけ、スイングを。あ、そうなの？そう。そうすると、自分で自分のスピードとタイミングがあれば、うん、それはさ、映像なくたって分かるわけ。したら、こうやって構えて、うん、こうやって打った時も、うん、あ、今のは早かった、遅かったっていう感覚が得られるわけ。そこまで行ってないのにいろいろ入れて YouTube 見たって意味がないから。うっそ、そうなんだ。うん、自分を見た方がいい。自分を見た方がいい、もっと。もっと自分を見て、自分のスイングをちゃんと覚えなきゃ。ちゃんと覚えてないから何を入れていいかがわかんない、うん。そうなんだ。そう。YouTube、自分のスイングを解説できなきゃダメ。YouTube じゃない、みんなは。自分の携帯のファイルですよ。うん、見ないといけないの？うん、見なきゃいけない。そうなんだ。そう、自分のスイング動画をもう本当に何百回見たっていい。数えきれないほど見てください。自分はこうなるんだよね、ミスがとか、うんうんうん、こういう癖があるんだよねって、うんうん、はっきり分からなきゃダメ。そういうことなんだ、うん。それはナイスショットのを見た方がいいの？ミスショットのを見た方がいいの？何でもいい、何でもいい。何でもいいんだ。何でもいい。ナイスでもミスでも、とりあえず、だから体が温まってきて、うん、例えば、じゃあ7番アイアンを10球、うん、ドライバーを10球だけの20球のスイングをずっと繰り返し見てたっていいのよ。そうすると、あ、俺、これね、3球目にミスすんだよねって分かってくるわけ。ああ。本当に3球目にミスしてる動画だったらね。ずっと見てればね。ずっと見てる。わかるじゃない、うん。わかる、覚えるね。そう、覚える。そういうことから始まる。わかることから始める。え、じゃあそうするとその3球目ミスしたのとミスしてないのがどう違うか、うん、そう、わかってくるから。最初は全然同じに見えるよ。うん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 、うん、うん。要は、自分の母国の人が他国を見ると同じ顔に見えるのと一緒で、うん、ずっと一緒にいたらさ、全然顔違うじゃない、うん、うん。そうやって見えてくるから。いきなりは無理。そうなんだ。一週間で早い人はもう違い分かってくるからね。毎日見てたら。大事なんだ、見るの。めちゃくちゃ大事よ。だって自分のスイングのために YouTube 取り入れようとしてるんだから、うん、絶対自分のスイングっていうのは分かんないとダメ。絶対大事。はい、あれだもんね、ギターも録音したの聞いた方がいいっていうね。そう。どこでミスタッチしてるとか、どういう、うん、ストロークの仕方でとかって分かるじゃない、うん、分かるし、意外とずれてんだよね、リズムが。そう。そう、ね、走ったりとかするじゃない。でも自分弾いてる時あれ気づかないよね。完璧に聞こえるでしょ歪みに身を任せて。そう。そうなんだよね。でもあれ聞くと分かるよね。あ、それと一緒だ。うん、本人は、例えばじゃあ CD に合わせて、うん、ケンさんと同じように弾いてるつもりが、全然ストロークが違かったり、タッチが違かったりするじゃん。うん、そう。一緒。一緒。スイング一緒。そうなんだ。そう。とにかく最初なんて、うん、もう何にも頭の中無でずーっと見てるだけでいい、うん。なんとなくその動画のね、うんうん、
時間だったり、うん、どこでどういう仕草をしたりとか何球打ったとかって分かってきたら、今度スイングをじゃあ、うん、ミスショットと何々ミスショットとこのスイング、うん、でその何球目のミスをベースにして、うん、でいいショットだろうなっていうフィニッシュがちゃんと取れてるようなショットと何回も比べる、うんうん、分かるまで比べる。確かに俺も自分が打ってるのたまに編集するんじゃん、うん、編集するから何回も見るじゃん、うん、そうするとあ何球目すげえダメで何球目打ててんだよなって、それは覚えるもんね。で覚えるね。どこかはあれだけど、うん、まだ見てないから編集してるだけだからね、うん、けどそれでも覚えるもんね。でしょ、何回目は上手かったなとかさ。そう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 、ロイヤルメドのアプローチのこと結構打ってるじゃん。そう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 、ああいうのでさ見てるとさ、うん、分かってくるようになるんだよ。例えば、コロ君が編集目的じゃなくて、うん、本当にゴルフ上達として見るのと目線が違うじゃない、うん、そうだね、うん。そうなってくると、絶対変わってくる見方が、うん。だからそういう自分のスイングをね、見て覚える。だから、本当にシルエットだけにしても分かるようにしとかなきゃダメ。気に入るとこと気に入らないところが出てくるのね。うん、で、これ不思議で気持ち的なもんなんだけど、うん、自分のスイングはある程度気に入ってて、うん、好きだっていう人がいるとする、うん、したら自分のスイング見るとダメ出しが多い、うん、だけどすごい自分のスイングが気に入らなくて、うん、すごく嫌だって思ってる人って意外と、うん、あいいじゃんと思うところが多い。あそうなんだ。そうそういうもん。なんで逆なんだ。逆要は自信満々で言ったのに、うん、崩されることが多いよね。へそうだけど自信ない人は意外とナイスショットを意外と動画で撮影することが多くて、うん、それを残しておくことが、うん、だからなんだかんだナイスショットがみんなの携帯の中の動画って多くて、うんうんうん、でそれで自信ない人は見るとナイスショット打ってるから、あ意外とちゃんとフィニッシュ取れてるじゃんとか、意外とトップがピタッと止まってるじゃんとか、うん、全部ダメと思ってたものが意外といいところが多くなってくるね。それが結局スイング作り、自分のためのスイング作りの始まりだから、だからそういうふうに何気なく見るのも大事だし、うん、今便利になったよね、すぐ取れるから。そうだよ、昔は取れなかったじゃん。そう、昔はコンパチだから。本当に。へえ、そうだよね。うん。じゃあ今の人の方が上達のスピード早いはずだよね、そうすると。うん、でも、ね、早すぎちゃうよね、情報が。ああ。そう、だから追いついてってない。ああ、だから彫刻しちゃうんだ。そう。そうか。そう。多分上達レベルは変わらないのに情報量が多すぎて、うん、パンクしてんだよね。そっか、消化できないんだ。消化できない。そう。でも得ることはただだから、そううまくそれがね、昔なんてさ、だってさ、もうずっとこうやってこうやってこれだけやってろっちゃって、ずっとこれだけやってたから、こうやって。そうなの？そう、こういう動きあるとしたら、そういうのが今ないから。うんうん、うん、すぐ切り替えだから。そうか。地道さっていうのは今はないよね。うんうん。もういい悪いでもうすぐはいパン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 って弾く流れ作業みたいな感じ。もう本当そういう感じのイメージはある。同じ練習ずっとやることはすごい大事だし、うん、まあ基本に近いことであれば。だからもっと自分のスイング見てください。めっちゃくちゃ見てください。もうめっちゃくちゃ気に入らなくても見てください。それはスコアが上がって今100切りしたいっていうあれで言ったけど、うん、上手くなってても見た方がいいの？全然見た方がいい。スイングじゃないものを見たっていいんだから。まだ始めたてでスイングにもなってない人で上達したいって言うんだったら、そのスイングになってないやつを見たもん。へー。なんでスイングになって、どこやったらスイングになるのかって考えるから。あーでやってみんだ。そう。で、例えばこうやってやって、うん、こうやってなっちゃった。うんうん、そしたら、こうやってなったのと何が違うのかをまず考えなきゃいけない。うんうん、で結局スイングになんないっていうのはヘッドが動いてない。あ、はいはいはい、これはまたいつものかよって思う方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、今のは全く意味が違くて、うんうん、結局こうやってこうなったスイングをしてないんですよね、うんうんうん、必ずこうなってこうヘッドが先行してリードしてこうやって振ったものがスイングとして判断されるので、だから何だろう、スイングに見えないっていうのはクラブの運動量よりも体の運動量が多い時なんですよね。そこは注意点です。うん、そこは気をつけるんですね。なんでまあ本当に始めたての人だって今現状どういうスタートをしたのか、ゴルフ人生にそういうもののこう動きを覚えておくのも大事なんで、もうレベル関係なく取ってみてください。それは
気になるショット全部ですよ。アプローチだったり、パターだったり、もちろんドライバーショットだったり。そういうものを、まあ、すべて気になる部分を取って、それを頭の中に記憶しておくことっていうのが大事。そうすると、自分のスイングを見なくても、あ、これは自分のスイングに合いそうな動きだなとかって、なんか、あれ？なんかひらめきとは違うんですけども、こう、なんだろう、一致するものができてくる、頭の中に。そうすると、基本のスイング、自分の基本のスイングっていうのは出来上がってくるんで、その意識でぜひやってみてください。すごい大事な動画です、これ。超有料級です。久しぶりに撮ってきました。ふふって何？ふってない。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。